ヴィーガンになって6年目、アメリカ在住のみさきです。今回はヴィーガンになって良かったこと12個ご紹介しようと思います。体に起きた変化5つ、心に起きた変化まとめて1つ、習慣になったことを6つご紹介しようと思います。じゃあまず体に起きた変化なんですけど、私はね、もともと割と健康体でしたし、割と体力もあった方だと思います。ただちょっとぽっちゃりしてました。なので1つ目、まずは痩せたということです。8キロくらい痩せました。8キロくらいしてちょうど落ち着きました。どれぐらい痩せたかっていうのはグラフがあるので、こちらにフィットビットの写真をお見せします。緩やかに少しずつ降りていきました。2つ目、体脂肪率が下がりました。これちょっとスケールが、体脂肪計が本当に合ってたかちょっと怪しいところもあるんですけど、体重計によりますと、私の過去最高の体脂肪率はですね 27% っていう、結構まずいですよね27% から現在は 19% ぐらいで落ち着いています。その次、3つ目、花粉症がなくなりました。私結構花粉症がひどくって、毎年春になるのがすごい嫌で、目もかゆいし鼻もズビズビするし、喉もかゆくなったりとか、あと頭痛があったりとかしたんですけど、それがねアメリカに来た時にも続きました。アメリカはスギ花粉はそんなに日本に比べればないんですけど、それでも花粉症になりました。まだヴィーガンじゃなかった1年目の頃は。アメリカ在住2年目にヴィーガンになって、それからねはったりと何もなくなりました。今もね、春とか夏ぐらいになると、私音楽教室やってるんですけど、クシュクシュしてる生徒さんとかいらっしゃるんですけど、私はアレルギー全くなくなっちゃいました。はい、そして4つ目、偏頭痛がなくなりました。私結構ひどい偏頭痛持ちで、雨が降りそうな時、雨が降ってる時に頭痛が起きたりとか、あとはなんかの拍子にすぐ頭痛になってたんですけど、結構ひどくてお医者さんを回ったりとか、頭痛専門の先生のところに行ったりしていたんですけど、原因とかも調べてもらったんですが、結局何が原因かは分からず、ひどくなった時はお薬飲んで寝るっていうことしかできないみたいな、痛くて動けないっていう時もあったんですけど、それがね本当になくなりました。今は頭痛あんまりないですね。最後に頭痛になったのがいつかちょっと思い出せないぐらいないです。5つ目、ニキビができにくくなりました。生理前とかは1個はできますね。これちょっと残りですここが一番最新の。ファンデーションとかもしなくなったっていうのもあるかもしれないんですけど、ニキビがね結構いつもね5個6個とかあったんですよ。ここに何個とかあったんですけど、それがね生理前の1つだけになりました。イエイ。あと1つおまけで数に入れなかったんだけど、6つ目、目の色が明るくなったっていうのはちょっとお話しようかなと思ったんです。ちょっと見せますね。ちょっと近くてすみません。見えますか？こんな感じの目の色を今してるんですけど、多分こんなに明るくはなかったと思うんですよ。昔はなんか明るい方じゃなかったんですよ、なんだけど今こんな感じの目をしていて、これはね理由とかあまり調べてないんですけど、健康面は気にしてるんですけど、目の色とかあんまり気にならないタイプなので、明るくなったかもなってくらいなんですけど、よくねこれはある話で、アメリカとかでは日本人って黒とか焦げ茶の目の人が多いので、焦げ茶が茶色になるぐらいの変化なんですけど、アメリカでは薄い茶色ぐらいの人がいきなりなんかブルーの目になったりとか、 Truly Raw Veganっていう YouTube をしているクリスティーナっていう子なんて、このくらいの目の色だったんですけど、もともとそれがねグリーンになったりとかねする人が結構います。ただこれはちょっと私もすいません、調べてなくて、なんでこうなのかっていうのは、ただ聞いた限りでは血管の中に不要なものがないと、ドロドロしてる血管じゃなくてサラッとしていて、もっと綺麗な色の血になったりとかってするじゃないですか。それと同じような感じで、目の中の曇りがなくなって本来の目の色が取り戻されるっていう風に話しているのを聞いたことがありますが、ちょっとすいません調べ忘れましたまあおまけっていうことでね。はい、そして次、心に起きた変化一つ、まあ、これはまとめて一つなんですけど、ポジティブになりました。もともとねポジティブな方だったとは思うんですけど、いつも結構ハッピーなんですけど、浮き沈みが結構激しいタイプで、ハッピーな時はハッピーだけど落ち込んだらかなり落ち込むようなタイプだったんですが、この落ち込みがねあんまりなくなったので、こうちょっとなんかもっとこういう感じになりましたはい、というのも
これは Gut Health。 日本って最近あのビーガンはあんま流行ってないですけど、あれ流行ってませんか？腸内細菌、ね、腸内細菌を健康に保ちましょうとかって言うじゃないですか。腸から実はハッピーホルモンが生成されるっていうのはもしかしたら皆様ご存知かもしれないんですけれど、なので食べ物をね、いいものを食べてると腸内が元気になって、そこからのハッピーホルモンが出るので、もう科学的にハッピーになりやすいっていうねことが言われています。次、習慣になったことを6つお話しします。1つ目は、病気やがんについて日頃から勉強するようになりました。病気の種類とかがんの種類とかそういうのを調べるようになりました。2つ目、食事がどんな影響を体に及ぼすのかっていうのを調べるようになりました。食事の内容でこの食材にどういうバイタミンとかミネラルが入っていて、それがどういう風に体に影響があるのかっていうのをね勉強するようになりました。3つ目、栄養管理アプリを使って毎日自分が取った栄養の管理をするようになりました。ちなみにね、私が使っている栄養管理アプリはクロノミタかクロノミタかな、どっちで発音するのかわかんないんですけど、クロノメーターっていうのを使っていまして、これでいつもねご飯食べるときに何食べた何食べたって記録して、そうするとね、どんなバイタミン、どんなミネラル、どんなプロテイン、どんなファット、どんなねリクイッドが入っているのかっていうのをね見せてくれるので、それでご飯食べながらちょっと毎食勉強しています。ちなみにね、ヴィーガンの栄養管理って割と簡単です。なんかヴィーガンって栄養失調になっちゃうんじゃないのって思う方がほとんどだと思うんですけれど、本当にね結構大丈夫。まあ B12 だけは気をつけた方がいいと思うんですけれど、これは微生物由来なのでね、ちょっと長くなっちゃうのであんまりここでは言いませんが、プロテインっていうのは植物性のもの、例えばブロッコリーとかパプリカとかピーマンとかトマトとかキャベツ、レタス、そういう普通のお野菜に普通に入ってるんですよなのでプロテインディフィシエンシーっていうのはほとんどありえないんですね。これはもうねお医者さんが何度も何度も言ってるんですけど、私たちはプロテインプロテインってね、企業の広告とかでお肉を取りなさいとかってずっと言われ続けてきたから、プロテインはお肉にしかないっていう風に思いがちなんですけど、そうではなくて、プロテインはね本当に私も何にも気にしないで食べてても普通に毎日の摂取量いきます。もちろんお野菜、穀物、お豆、フルーツとかたくさん摂ってるので、ビタミン、ミネラルはね摂りやすいです。もちろんお肉を食べてる人だってビタミン、ミネラル摂れてないわけじゃないんですけど、お肉を食べる分お野菜とか穀物とかがお腹に入らないじゃないですか、お腹いっぱいになっちゃうから。なので私たちヴィーガンはビタミンとかミネラルとかもっと豊富に取り入れられています。もう私もね本当かよって思っちゃうタッチなので、と自分で分析しないと嫌なので、栄養管理アプリを使って毎日ちゃんと 100% 取れてるか確認してます。毎日どんな栄養素を取ってるかっていう動画また動画にしようと思います。すいませんね、カミカミであんまり日本語喋る機会はありません。はい、4つ目、スーパーで素材のみを買うようになった。これは昔はですね、パスタソースとかこう箱で買って牛乳入れて混ぜれば OK みたいなゼリーとかね、そういうのは箱で入ってるものとか袋に入ってるものっていうのはほとんど買わなくなりました。素材をそのまま買ってお家で料理するっていう風になりました。5つ目、パンとかの食品を買うときには後ろの材料リストっていうのを確認するようになりました。材料の部分にわけわかんないカタカナのものがたくさん書いてあったりしたら、それは化学薬品であることが多いので、あまり取らないようにした方がいいですよできればね。で、私もあのパンとかを買うときは材料のところ読んで、全部自分が知っているものであること、わけわかんないものが入っていないことっていうのを確認してから買うようになりました。あとね、一つポイントなんですけど、例えばオイルフリーとかって書いてあったとして、あ、私オイル取らないようにしているからオイルフリーのものをこれ買っちゃおうかなって言って買うのもまあいいと思うんですけど、オイルフリーのその商品の裏の材料のところを見ると、オイルが入ってない代わりにシュガーがたくさん入ってたりとかってするんですよ。あとはお塩がたくさん入ってたりとか、一つがないから他のものを入れてもっとテイスティーに美味しく、もっとやみつきになっちゃうような味にしているわけですでね、慣れてくるとお家で菜食でもすごく美味しいご飯が作れるようになるので、少しずつね素材をそのまま使ったお料理ができるようになると楽しいと思います。そして習慣になったこと5つ目、体にもっと気を使うようになりました。これはですね、毎日3食食べるご飯にどんなものが入ってるのかっていうことだけじゃなくて、例えば睡眠を1日8時間以上取るとか、瞑想をねして心をリラックスさせるとか、あと運動するとかっていうこともだんだん習慣になってきました。運動はね、前まではジムに行ってたんですけど、ちょっとジムのね機械の使い方があんまり分かんなかったりとか、ダンベルでどうやって一人でワークアウトしたらいいのかっていうのが分からなかったので、最近はねパーソナルトレーナーさんと一緒にトレーニングをして
いろいろ教えてもらっています。6つ目、人をもっと思いやれるようになった。ヴィーガンの人って基本的に元は普通の人だったと思うんですよ。私たちのジェネレーションってアメリカでは生まれた時からお肉一回も食べたことありません、親がヴィーガンですっていう人はたくさんねいるんですけど、日本ではまだヴィーガン2世っていないじゃないですか、あんまり。なので基本的に日本人でヴィーガンやってる人ってもともとは肉食だったと思うんですよ。でいろいろ研究を見たりとか、まあいろいろ調べたりして、その結果自分で納得して自分の習慣を変えるっていうことをした人たちなので、2つの世界を見てきたような感じがするんですね。で、まあ、なんかこれは偉いとかじゃなくて、なんか住む世界が変わった感覚があるんですよ。視野がちょっと広くなって、食べ物は食べ物だけじゃなくて、この食べ物を作るためにどういうプロセスがあったんだろうかとか、いろいろ考えるようになりますので、そういう経緯があって、まあヴィーガンはヴィーガンやっているわけで、なのでヴィーガンはヴィーガンが正しいと、ヴィーガンは僕に合っているとかっていうふうに思うんですよね。でももちろん普通のご飯を食べている人たちって、まあそれが普通だし、お肉美味しいし、焼肉大好きだしっていう人もたくさんいるじゃないですか。人それぞれみんな意見があって、みんなねそれは自分が正しいと思ってるんですよ。もちろん自分の意見なので、正しい正しくないっていうことでなんか言い争いとかするのは私は絶対に嫌なので、育った環境とか周りの人とか自分が手に入れる情報が違うのが当たり前で、人と人は違うのが当たり前だと思うんですね。なのでこういうお話をして分かってもらえなくて当たり前なんですよ。分かってもらえなくてもその人のせいじゃないから、なんか怒ったりするのは全然違うと思うし、自分の意見が違うからってこう人をバッシングするのも違うと思うんですね。もっと大きなことを言うと、違う意見を持っている人たちも私たちと同じ普通の人なわけです。みんな普通の人なんですよ。なので意見が違うっていうだけで反対したり攻撃したりっていうのじゃなくて、もっとなんか思いやりを持つようになったような気がします。思いやりを持って特にその人たちの意見を聞くっていうこともできるようになってきました。この人はどういう環境で育ってきて、どういうことが周りにあるから、それでどうしてこういう意見なのかなとか、こういうライフスタイルなのかなとか、まあ、それをジャッジするんじゃなくて、あこの人はこうなんだなって言って、自分は自分の意見もあるけど、彼はこれの意見があって、彼女は彼女の意見があって、当然だからあそうだよねっていう風に全体をこう受け入れるようになってきました。オープンマインドネスっていうのをちょっと大切にしたいなと思って、多分日本語で言うとこう視野を広く持つっていう感じだと思います。あのヴィーガンっていろいろいいことがあって、私は健康目的で基本的にはやってるんですけど、動物愛護目的の人たちってやっぱり一匹でも殺されちゃったら嫌だから、結構アグレッシブに、ね、なっちゃうことがあると思うんですよね。みんなヴィーガンになるべきだ、今からヴィーガンになれみたいな強制するような感じで話したところで何もいいことはないと思っていて、周りがどれだけ言ったって自分が興味がなかったらどうにもならないし、こう上からこう話したところで喧嘩になっちゃうじゃないですか。それになんかヴィーガンの人たちってクレイジーみたいな感じになっちゃうから、ヴィーガンに興味をね少しでも持ってもらえて、あヴィーガンってこういう理由もあるんだなっていうのを分かってもらえたら、まあ、それだけで本当に十分というか、少しでもね平和の種をまけるような人になりたいなと思います。何言ってんの。そんな感じでみんなで平和に行きましょうというわけで今日はここまでにしたいと思います。長い動画を最後までご視聴くださりありがとうございました。 Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye. もしヴィーガンについて質問とかコメントとかある方がいらっしゃいましたら、いつでもお待ちしてます。できるだけ答えるようにしますね。バイ。